座る9200。うんちは昨日の夕方1回だけ。そうです。でも下痢。そうです。1200ウォン。元気ないですか？ない。あといっても朝も、うん、その夕方夜の時もお散歩はまあまあしてるんですけど。1200。ただうんちをしようと思って出たのはその夜の1回だけ。水飲んでます？水は飲んでます。飲んでます。でも他のはダメですか？そうですね。友人もちょっと匂いにこう触手を動かしたんで出してみたんですけど食べませんでした。昨日が10時しか寝てないから、はい、本当はね、24時間うんちが止まるまでちょっと少しした方がいいかもしれないけど、はい、それではちょっと余計元気なくなってっちゃうんで30、はい、で夕方60、はい、でちょっとずつ増やしていきますね、はい、で明日の朝がまあ8時か9時か、またの増えればさ、うんち出ますまだ今日はそう出るかもしれないけども、はい、でもやっぱり食べさせながらさ、要は胃腸管理の機能を整えるのと一緒に膵臓とかさ、腎臓はまあもうその辺で固定されてる点滴ですね、はい、前後、そうですね、まあ、前まではなかなか言ってない気がするけど38度、点眼とさん、ちょっと抗戦勝者持ってきて、こちらに。ごめん、心電図がそこにあるから。それじゃあね、ごめんね、ごめんね、ごめんね、今は何もしてないよ。はい、じゃあ一回止めます。